お元気様です。久留米市手術の田浦です。本日は417番ということで、まあちょっと6時から公開のはずが6時20分に今収録を始めております。かなりちょっと遅れておりますけれども、はい、まあちょっとずっと生徒と話し込んでるんでですね、もう自己採点今どんどん生徒が持ってきているので、はい、ということで、まあちょっとそういったのも含めてですね、ちょっと一回振り返ろうと思います。共通テストの英語がかなり難化したということで、やはりうちで提唱している英検作戦ですね、英検で出願すれば非常に合格しやすいですよっていう話をしておきたいと思います。で、古文や数学1位がやっぱりちょっと難化してるなという感じなのと、理科や社会の話をちょっとしたいと思いますね。で、一般の大学でですね、まあ、二次試験大体ですね、一般の大学って一次試験で大体合格が決まっちゃうというのがあるんですけれども、まあ、一般大学でも結構二次試験の配点でかいところありますから、ちょっと一次試験共通テスト失敗したかなというようなのがあってもですね、まあ、ひっくり返せるから、まあ、そういうところを狙っていきましょうという話ですね。今日はこれをしたかったんですけど、ちょっとこっちの話がですね、今ずっと生徒たちと話し込んでて、これちょっとせんといかんなということで、赤と青のところですね、一応やっていきます。で、あと後期試験でも配点のでかいところであります、ですね、だからそういうところを狙ってみた方がいいんですよ。はい、で、まあ、このチャンネルでですね、このチャンネルで、一番再生回数が多いのは74番の動画で7627回ということですね。で、勢いがあるのは229番の動画で6601回ということになっております。はい、チャンネル登録ありがとうございます。もうグッドボタンも本当ありがとうございますね。もう最近こうやってずらーっとチャンネル登録者数がどん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 増えているような状況であります。なかなか勢いがあってですね、いいなというふうに思っておりますが、はい。ということで、久留米実習室、私が経営しておりますが、オンラインの家庭教師や学びエイドですね、まあ、こちらの方の、最近私が画面共有を覚えたということで、画面共有しますが、まあ、学びエイドですね、こういう学びエイドの方が、月額1万円で、受けられますんでですね、まあ、一応いろいろなサービスも含めて、月額1万円から10万円ぐらいの範囲で、やりたいなというようなところで、やりたいなっちゃってやっておりますということですね。はい。だからこの河合塾の山下良徳先生がもう英語ではずば抜けて人気ですね。はい。で、まあ、この先生でちょっと難しいなという人はこっちの太田先生の文法とかですねをやった方がいいと思います。はい。ということで、お、日本史の先生も素晴らしい、この世界史の先生も素晴らしいですね。科学のですね、この先生も素晴らしいんですよ。はい、三上先生ですね。はい、ということで、毎日夜の8時半から9時ぐらいがちょっと私の方がバタバタしておりますので、電話ちょっと鳴りっぱなしにしてます。で、毎週木曜日は私の方が出張でおりませんので、よろしくお願いします。で、下の方に、私の最近上げた動画でですね、なかなか人気の動画だったのが407番から、なんか光ってますね、わーお407番から416番までありますね。はい、というふうなことであります。わあ、パケた、筑後弁で壊れたっちゅうのパケたって言いますね。はい、パゲるっていうふうに言います。ハゲるじゃないです、ハゲるです。はい、ということで今日の内容は入っていきましょう。さあ、毎週英検作戦ですね、これはやっぱり効きそうなので、まあ私の言うことを聞いて英検2級を取って大学の方にですね、英検で出していたという人は結構報われたんじゃないかと思います。もうセンター試験の英語でですよ、ね、英検2級取ってるのに、今年センター試験の英語で71点とか91点しか取れてないんですよ、200点満点で。はい、まあ、筆記ですけどね。うん、だから佐賀大学っていうのはこの英検2級持っとけば140点なので、まあ、この2人ですね、71点91点なんですけど、140点判定になってくれたので合格しました。佐賀大学ですね、今年合格してるんですよ。はい、だからもう本当に共通テストの英語が難化してるから、もうこういうふうに英検で行った方がいいです。だからもう今年のですね、もう難しくなった共通テストの英語を考えると、おそらく英検2級ぐらい持っててもね、200点満点で60点台しか多分取れないだろうと。去年のセンター英語でも70点台ですからね、71点ですから、もうそんなもんですよ。だから英検2級の方が圧倒的に楽勝ですので、もう全員最低限英検2級、英検2級ぐらい持っていない生徒はもう大学受験したらダメでしょうと。ね、もう共通テストで200点満点で多分60点台しか取れんですよと、英検2級ぐらいしか持ってない子は。そういうことです。だからもうちゃんとそこはやりましょうねと。で、
共通テストの英語の今回難しかったところはやっぱりマークシートがずれるっていうのはありましたね。他のところでもちゃんと解説してあるでしょ、そういったこと。4択問題のところで5つ選択肢があるもんだから思わず5つマークしちゃうわけですね。4つしかマークしちゃいけないのに5つマークしちゃうもんだからそこで1つずれるわけですよ。だから次のところからね、この5つ目のところからマークしないといけない次の問題をその次のところからマークしちゃうのでずれてしまっている子は結構いたりするんですよね。はい、そういう話は解説してあると思います。共通テストの英語の解説動画とかいろいろ YouTube とかでも上がってると思いますので見ておかれてください。でうちで来ているまあ中国の中学校を出ている生徒ですね、まあ、KO とかを狙っている生徒ですが彼をもってしてもやっぱりリスニングが90点ぐらいしか取れてなかったので、90点未満の生徒が多分リスニングは続出だと思うんですね。で聞いてみたんですけれども、まあ、別の生徒ですけどね、リスニングが結構早かったと。もうリスニング解いてる途中でもう次の音声始めますみたいな感じで、ちょっと待ってみたいな、まだ解いてるみたいな状況になってて結構大変だったみたいですね。前半戦は結構リスニング楽だったけど後半戦相当きつかったということですね。はい、ということで高校2年生以下はもうとにかく英検準1級まで目指しましょうと。英検2級とか言わずにね、だからこの71点の子なんかも英検2級であとちょっと点が取れていれば佐賀大学であればその8割判定160点もらえるとかね、もうちょっと点数が良ければ英検準1級ぐらいだったら確か180点判定とかできたと思うんですよね、佐賀大学とかだったら。だからそういうふうに一般の大学を狙う上ではこういうふうな英検作戦っていうのがすごく効きますから、もうねそんなね塾とか予備校とかのその共通テスト英語とかそんなの受けてる場合じゃないんだよ。もうさっさと学校の授業一生懸命受けてこれで英検取んなさいよとね、そんなあんま塾や予備校に、ね、100万とか200万とか金は払うんじゃないよということです。もう英検対策ぐらいでいいんですよということですね、一般の生徒は。はい、ということで他にもいろいろちょっと聞いてみましたけど、やっぱ古文みんなひどいですね。もううちに来ている生徒なんかで東大とか狙っている生徒、東大の文系とか狙っている生徒でもやっぱり40点取れてないんですよね。だから前にも紹介したその、東大うちから東大の文2に受かった生徒がセンター試験の古文で32点だったというのを見せたと思うんですけども、もうちょっと40点以上ってあんまいないんじゃないの今年はっていうぐらい、ちょっと国語は現代文漢文結構よかった優しかったみたいだけど古文がちょっとシャレにならない難しさのようですね。多分ちょっと古文やばいんじゃない東京工業大学とかですね、去年何点が足りなくて東京工業大学ダメだったっていう子なんかも古文十何点とかだったっけんね、確かね。はい、もうそんな感じです。ちょっと難しすぎる、これ古文ちょっと難しすぎると思いますよ。はい、で数学 1A も私が数学専門だから、数学 1A こんくらいは難しくないんじゃない、なんかしてないと思うけどぐらいに思ったけど、やっぱみんななんかしてると子供たち言うから、やっぱ子供たちの目線で考えないといけないので、やっぱりその受験生レベルでいくとやっぱ難しいんだろうなということで、まあそういうことがあるんですよ。過去のセンター試験では 1A と 2B が毎年交互に難しくなったり優しくなったりでしたから、最近ずっと 1A が優しくて 2B が難しいがずっとここ数年続いてたんで、それの感覚でですね、武田塾の方で高田先生がですね、数学 1A 優しいんじゃないんですか、優しいと思いますよ数学 1A はって言ってたけど、武田塾の教務部長の方はいやちょっとそれはそうは断定しない方がいいと思うなというような感じでパッとこう言われたのが、まあ、あれはもうナイスプレーだったと思うんですよね。動画上で言ってあったんですけども、数学1位が難しくなるとしてあるんですよ。だから今回ちょっと共通テストということで数学1位を難しくして 2B を優しくしてというような感じでやったんじゃないかなというふうに思うんですね。はい、ということで、あと日本史が優しくて、やっぱ日本史みんな取れてるな、それで世界史の方がやっぱちょっと難しかったみたいなので、その慶応狙いの中国のね、中国から来た生徒はさすがに100点近く取ってますけどね、世界史でも。おすげえなと、さすが頭いいなと思いながらですね、もう英語なんかも190点ぐらい取れてますもんね、190点近く取れてますよ。リスニングで10点ごそっと落としてますけどね。はい、で林政が優しくなっているなっていう感じで、政治経済がどうも難しいらしいなというところなので、やっぱちょっと
整形の子たちがさあどうするっていうようなところでしょうね。林生の子たちが結構点が取れてるんで、もう林生全然勉強してないっていう教え子でもちゃんと取ってますもんね。はい、だから林生取れてて、それで林生の子が結構今年無双しそうだなというような感じですね。いけそうだなっていうのがあります。はい、で科学の基礎がやっぱちょっと思ったよりも難しいのかな。ちょっと科学基礎が取れてないなっていうのと、やっぱ物理や科学の発展とかも結構難しかったみたいで、取れてないですね。はい、ではその東京工業大学を、まあ、去年数点足りなくて浪人してる子なんかもあんまり物理科学取れてないですもん、発展は、うん、だからあんまりちょっと今年は取れてるような取れてないようなっていう風な入試問題になってますね。はい、ということで、これからですね、後期試験であったとしても前期試験であったとしても二次試験の配点が高いところを狙ってくださいねということで、最後これ今日作ってたんですけども、これがあんまり今日は発表できないことになっちゃいましたね。そんな感じでこればっかりを今年今日はやろうと思ってたんですが、まあ、一般大学でも二次試験の配点がでかいところですね。共通テストにですね、もう絶対取れたっていう風な人ってあんまりいないと思うんですよ。だから二次試験で勝負したいんですよね。だから九州大学とかだったら1対2で、まあ、二次試験の方が2倍大きいと。で熊大とか広島大学だったら大体共通テストと二次試験、一次試験と二次試験が1対1でほとんど同じくらいの配点になっているということですね。でじゃあ一般の大学はっていうとですね、難関大学はそうなんだけど、一般の大学はっていうともう大体もう一次試験で合否が決まっちゃうようなところが多いんですけど、ちゃんとこういうふうにですね、特に長崎大学は有名ですね。ちょっと長崎大学もう見にくいと思いますけどね、緑ばっかりで、まあ、こんな感じでもう一次試験と二次試験の配点がほとんど変わらんちゅうな感じで1対1ぐらいになっとる、もう熊大とか広島大みたいな感じになってるので、非常にこれは強いです。だから長崎の子とか熊本の子がなぜ九州大学にあれだけ合格するのかと、福岡大学の子たちがなかなか福岡の子たちがなかなか九大に受からない理由はっちゅうと、まあ福岡県の方にはもうセンターで決まっちゃう二次の配点の小さいとこばっかりなので、まあ福岡の子たちっていうのはどうしてもまあ一次試験特化型になっちゃうんですね。でも長崎とか熊本は、長崎大学や熊本大学がもう1対1の配点が結構多いので、やっぱり二次対策みっちりやってるんですよ。だから長崎とか熊本の子たちで九大強いんですよね。はい、こういう風になってます。もう特に面白いのはこれ水産学部ですね。もう共通テストはもうゼロですよと。もう要するにその二次試験の点数280点だけで合否を決めますよと。だ共通テストに関しては900点満点で450点、まあ、50% 取れていれば一応 OK にしますので、もう共通テストの点数はもう見ませんと。450点以上取れていればもうあとは二次試験の点数だけで合否を決めます。面白いですね、水産学部、まあ、興味があったら受けてみてください。はい、ということで、まあ、後期試験においてもですね、ここで後期試験になっているとさすがにそのもう一次試験だけで合否が決まっちゃうというのがあるのでありますが、まあ、熊本大学の例えば法学部であれば後期試験でも1次が450点2次が400点と結構大きいので逆転ができます。だから優秀な生徒で、ああ1次やらかしたなと、ちょっと9大無理だなと、ね、熊大も前期ダメだったなという場合でもこれで熊大の後期とかで受かったりしますからね。で佐賀大学の理工学部とかでも後期試験で1次が600、2次が400という形であんまり変わらないぐらいの配点ですから狙ってみるといいんですよ。だからもう佐賀大の理工学部の後期って結構昔から私はお世話になってますんでね、もう本当に昔、前にも話したと思いますが、昔はですね、物理科学の2つ受けないとダメっていうのは2科目必修だったんですね。そんな後期試験で2科目なんて誰が受けるんだっていうことで定員割れを起こしてたんですよ、昔の佐賀大学の後期試験。だからもうダメだ、この子はもう無理だっていう子はもう無理やりここを受けさせてましたら、ちゃんと受かってました、定員割れでしたから。浪人生で1年浪人してこの点数じゃちょっと無理だもうということで無理やりここを受けさせましたけどですね、ちゃんと受かりました。はい、ということで、まあ、まあまあ今はちゃんと佐賀大学の後期とかはね、数学と物理と科学の中から一つ選べとかいうふうになってますけどですね、ということで、まあ、後期試験というのは普通一次試験の一発勝負っていうのがあるんですけども、こういうふうなところ、まあ、あと北九州大学の
後期試験なんかでもなんかあったなというのがありますけどですね、はい、そういうようなところを狙ってみてください。後期試験まで頑張るんですよ。もう前期試験が終わったらもうおしまいみたいな感じでですね、2月の下旬ぐらいに、もう3月1日の卒業式ぐらいには、ああもう後期試験受けないみたいな感じで、もういいや浪人浪人みたいな風にやっちゃう子がいますから、そういうところはしっかり釘を刺しておきたいと思います。はい、もううちの子たちは頑張ってますからね、こういった感じですね。はい、自習室で頑張ってますよ。皆さんも自習室で頑張りましょう。はい、というので、最後まで見ていただいてありがとうございました。気に入っていただければチャンネル登録お願いします。グッドボタンありがとうございます。で、下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などがありますのでですね、まあ、お問い合わせシートでメールを送ってもらったり、お電話いただければと思います。はい、以上です。